レボチロキシン、またはエロチロキシンは、甲状腺ホルモンの一つであり、T4 との略称を持つ。医薬品としては、甲状腺機能低下症の治療に用いられたり、甲状腺癌の予防に用いられることもある。不正炭素を一つ持つ、化合物であり、自然に存在するサイロキシンと同じく、L マイナス型である。商品名チラージーン。 大手の平ら体である d 1ロキシンは、高コレステロール血症治療への応用が考えられたことがあるが、新毒性のために開発中止となった。風雨必水薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されている効能、効果は、粘液水種、クレチン病、甲状腺器用低下症、甲状腺腫及び乳幼児甲状腺機能低下症である。 レボチロキシンは、生涯にわたり、甲状腺ホルモンの投与が必要な、甲状腺機能低下症の患者に用いられる。甲状腺種で、甲状腺刺激ホルモンが低下していると考えられる場合にも投与される。血節性甲状腺障害や甲状腺がんで、t s h の分泌が抑制されている場合にも、用いられる。レボチロキシンは、化学合成したチロキシンそのものである。 そのままあるいはエルトリオードサイロニンに代謝されて効力を発揮する。T4 及び T3 は細胞核の甲状線受容体タンパク質に結合して DNA の転写並びにタンパク質の合成を制御し代謝に影響を与える。急性期の心筋梗塞患者では基礎代謝が増加することで心負荷が増大するので近忌とされている。 製剤成分に過敏症を有する患者、または、あらゆる甲状腺中毒症の患者にも投与できない。糖質コルチコイドの代謝消失が増加して、副腎クリーゼを効かす恐れがあるため、未治療の副腎機能不全患者にも用いてはならない。錠剤は、塩化困難な患者にも使えない。重大な副作用として挙げられるものは、いずれも、発生頻度は不明ながら、狭心症。 肝機能障害、横断、腹腎クリーゼ、晩期循環不全である。TSH が長期間抑制されていると、しばしば心臓系の副作用を起こし、また骨密度を減少させる。低 TSH 血症は骨粗しょう症の原因となる。レボチロキシンへのアレルギー反応として、呼吸困難、息切れ、顔と下の主張が起こることがある。レボチロキシンの容量が多すぎると、 甲状腺機能更新症の症状を呈定する。すなわち、動機、腹痛、大きい、不安、混乱、興奮、不眠、体重減少、食欲更新である。また、大化量投与の症状として、発熱、低血糖症、心不全、昏水、無症候性急性腹腎不全がある。大化量投与は命を脅かす、可能性がある。治療は、対症療法である。 症状は、交換神経系の興奮によるものであるので、交換神経 β 受容体遮断薬を用いることが多い。過量投与の症状は、服用後6時間から11日程度持続する。蛍光投与時のレボチロキシンの消化管からの吸収量は40から80%であり、多くは空調及び上部階調から吸収される。吸収は空腹時に増加し、 ある種の吸収不良症候群、ある種の食物、年齢によって低下する。生物学的利用能は、食物繊維により低下する。循環血中の甲状腺ホルモンの99%以上が、サイロキシン結合グロブリン、サイロキシン結合プレアルブミン、アルブミンなどの血小タン蛋白質に吸着している。有利型のホルモンのみが活性を持つ。 甲状腺ホルモンの主要代謝経路は脱溶素化であり、肝臓が主に T4 の脱溶素化を担っているほか、腎臓や他の臓器でも脱溶素化が起こる。1日副容量の8割が脱溶素化されて、T3 と RT3 が糖量生成する。脱溶素化以外にも、甲状腺ホルモンは腎臓から排泄され、またグルクロン酸を保されて、 単純中へ排泄され超寒循環する。甲状腺機能が正常の場合の半減期は6から7日で、あるが、機能低下症の場合は9から10日、機能更新症の場合は3から4日である。循環血中の T3 は、その8割が腎臓から排泄される。残りの2割は、粉中に排泄される。尿からの排泄は、年齢とともに減少する。食物や、 他の物質がレボチロキシンの吸収を阻害し得る。カルシウムや鉄のサプリメントの摂取はレボチロキシンの服用と4時間以上話す必要がある。大豆を含む食品の摂取とは3時間以上話すべきである。その他にレボチロキシンの吸収を妨げるものとしてはアルミニウムやマグネシウムを含む生産薬、シメチコン、スクラルファート、コレスチラミン、コレスチミド、コレスチポール、 カリメートが挙げられる。なお、コレスチラミンなどのように、レボチロキシンを吸着し、大便中へと排泄される性質を持ったものを利用して、何らかの理由でた量に、レボチロキシン製剤を服用した際の対処法の一つとして、レボチロキシンがなるべく吸収されないようにする方法が知られている。クレープフルーツジュースは、レボチロキシンの吸収を遅らせるが、二十歳から三十歳の 健康成人10名での検討結果、若年成人については、生物学的利用脳に明らかな影響を与えないことが判明した。8名の女性を対象とした検討の結果、コーヒーはレボチロキシンの吸収を阻害するが、ブランを摂取した時ほどではないことが分かった。他に重篤な副作用を引き起こしうるものとして、ケタミン併用時の高血圧と貧脈のほか、 三関係抗うつ薬や四関係抗うつ薬はその、毒性を増大させられる。その一方、リチウムは、甲状腺での要素代謝に影響を与えて、甲状腺機能更新症、または、甲状腺機能低下症を弱気する。甲状腺機能低下症、または、甲状腺機能更新症の症状を取り除き、血中の T4、T3 濃度を正常値に保つことが要点である。 一年に一から二回の検査で T4、T3 濃度並びに TSH 濃度を確認すべきである。投与量は患者の年齢、身体状態、体重、服薬準守度、食事によって変化させる。患者の状態を観察し、定期的に必要に応じた容量調整をする必要がある。レボチロキシンは空腹時に服用すると良い。通常、 甲状腺ホルモン補充療法では、毎日朝食の30分前に服用する。朝食前に服用するのが困難な場合は、就寝前に服用しても良い。邪魔しに公表されたところでは、就寝前服用の方が効果が高いとされる。甲状腺ホルモン補充療法で、服薬遵守状況が悪いと、適正量を処方されていても TSH が上昇する。 50歳以上の患者並びに、拒絶精神疾患が予想される患者では、レボチロキシンを少量から服用開始すべきである。甲状腺ホルモンは、心拍数と心臭縮力を上げて、心筋の酸素要求量を増加させるため、高容量で服用開始すると急性肝動脈疾患、または不整脈を起こす危険がある。米国米国食品医薬品局の退治危険度分類は、 A である。レボチロキシンで1000点以上のリスクが上昇するとは示されておらず、妊娠中も服用を中止すべきでない。さらに、甲状腺機能低下症と診断された妊婦には、自然流産、主観埋症、早産の危険があるのでレボチロキシンを服用すべきで、ある。甲状腺ホルモンの必要量は、妊娠期間中を通じて増大する。 妊娠が確認されたら直ちに服用量を q 7に増量すべきである。増量5週後に甲状腺機能試験を実施すべきである。母乳中からわずかな甲状腺ホルモンが検出されるが、乳児の血中甲状腺ホルモンに影響する量ではない。加えて乳児及び授乳中の母体でレボチロキシンの副作用が報告された例はない。正常な乳汁分泌には、 適正量の甲状腺ホルモンが必要であるので、授乳中は適切な量のレボチロキシンを服用すべきである。レボチロキシンを小児に投与する場合は、年齢及び体重を考慮すべきである。個々の患者の臨床症状及び臨床検査値で、容量は変化する。小児の甲状腺機能低下症の治療目標は、年齢相応の精神的、肉体的発達の達成、維持である。 甲状腺機能低下症で適正量のレボチロキシンを服用している患者の一部で TSA 治療が正常範囲内であるにもかかわらず症状が招待しない場合がある。その場合は臨床検査や臨床評価で当該症状の他の原因がないか検討すべきである。また患者が服用している他の薬剤やサプリメントにも注意を払うべきである。無症候性甲状腺機能低下症は 血中 TSH 上昇と血中 T4 血性上等で定義される。このような患者では症状はなく治療すべきか否か議論が分かれている。治療する利点の一つは、甲状腺機能低下症の顕在化を予防できることである。血中 TSH10μL である場合、甲状腺ペルオキシダーゼ抗体上昇の場合、あるいは血中 TSH イコール5から 10μ。 L で症状がある場合、妊娠している、または妊娠を希望する場合には治療を開始すべきである。無症候性患者のレボチロキシン服用量は 1Gkg 日とする。粘液水酒性昏水は、甲状腺機能低下症の重篤な病態であり、意識レベルの低下と低体温を伴う。死亡率が高く緊急を要するので、直ちに ICU にて、 甲状腺ホルモン投与とそれぞれの臓器の合併症治療を進めなければならない。昏睡患者に200から 500G のレボチロキシンを静脈内注射し、翌日も必要に応じて100から 300G を投与する。肝動脈疾患疾患を有する患者では減量する。日本では常剤が5種類と乳幼児用産剤が入手できる。その他、筋肉内注射。 腸脈内注射で使用される国もある。チロキシンは1914年に豚の甲状腺抽出物から管理された。化学合成は1927年に達成された。新生児板期循環不全とは、主に妊娠30週未満の早残児が出生後に血行動態が一旦安定した後、数日から数週間後に血液の循環不全に陥った状態である。 急性切り脱後循環不全とも呼ばれる。カテコラミン製剤のような強心剤や、輸液などは、あまり有効ではなく、むしろ、ステロイドホルモン製剤を投与すると改善しやすい、ことが知られている。なお、この時の早産時の血中コルチゾール濃度は、低下傾向にある場合もあれば、基準値範囲内にあることもある場合もある。これらを合わせて、おそらく早産時に、 相対的なコルチゾールの不足が起きた病態ではないかとも言われている。ありがとうございます。